一晩でまた兵が減ったな。ですがもうすぐ岩殿城です。そこで味方と合流すれば再起も図れましょう。ああ、ご忠臣、岩殿城は織田に寝返り、この先で敵が待ち伏せ中。バカな、こうなれば取って返し信長公の首を。待て、天目山へ。山を砦にして戦う。兄上。皆の者、勝頼様をお守りし天目山を目指すぞ。こんな時親方様ならどうなさるだろうか。怪我をしているのか。いえ、こんな傷唾つけとけば治ります。気をつけてくれ、厳しい戦になる。武田家は衰退の一途をたどっていた。信玄はすでになく、長篠の戦いにも惨敗を喫した。その後も織田、徳川、北条ら強敵の圧力を受け続け、当主勝頼は度重なる出兵を強いられた。そして信長が本格的に武田領へ侵攻すると、動揺した武田家臣たちの離反が相次いだ。追い詰められた勝頼は居城に火をかけ逃亡、味方のいる岩殿城に向かう。しかしたどり着く前に岩殿城は織田軍に投降。逃げ場を失った武田軍は一路天目山を目指した。真田の将、天目山の戦い。この手で守ってみ。兄上がいれば心強い。諦めるのは早い。天目山に逃げ込めば勝機はある。勝頼様をお守りし、南西の光覚寺へ。そこから山道を登り天目山を目指す。お覚悟、谷に下るほか我ら家を保つ術はござらぬ。武田家を捨てるのか。あの世で父に詫びてまいれ。いかん、急ぎ御駄隊を守れ。先代の言い方、織田に渡したとあってはあの世でご先祖様に合わせる顔がない。あとは私に。さらなのな、怪我させに済んでよかった。敵将、討ち取ったりだ。
さ、捕らわれた。ユキマ、この難局を乗り切る。お前の力が必要だ。軍をまとめるのに必要なのは兄上の方。力を合わせ、勝頼様をお守りしましょう。家臣に背かれ、父の子にと戦ってきたのだが、勝頼様、この窮地さえ切り抜ければ挽回の機はございます。開門。Thank you.
通りの活躍だ。これが最後の戦いになるな。せめて武田の名に恥じる戦をせん。天目山へ急ぎましょう。山頂に陣取れば貨幣でも戦えます。やるな、我らも続け。武田家本来の御旗を持て。武田も奪われるくらいならここに埋めよう。兄上、勝頼様は天目山を主と定め、死に花を咲かせるおつもりでは。ああ、だがそうであってもそうさせるのも我らの役目だ。に受けた恩を忘れたのか。民が当主を襲う、まさにコント。北条の忍びが民を操っているのか。門を開けろ。風魔の棟梁を撃つ。解剖混沌に引き込んでいる。これで少しは楽になるか。燃やし尽くせ。心得た。また強くなって行ってみよう。燃やし尽くせ。山への道は開けた。いざ新決の地へ。見て、多様子、武田に滅びを送れてやれ。開門。通すわけにはいきません。ラン、参ります。デモン、受けてみよう。100大家臣、富山智春、それの見立てとなるべく山上つかまつった。お前こそ誠の中心。これまでお前に成した仕打ち、
許してくれ。小宮山殿、勝頼様に遠ざけられていた。この窮地に駆けつけてくださったのだな。勝頼様もお喜びでしょう。これで最後の戦を華々しく戦える。さすがは音に聞く武田の将軍、調整に乗って不覚を取りました。開門。山頂への道は開けました。月にはさせん。信長に別れを言いに来たのか。月にはさせん。はい、遅かったのね。どう、これから地獄へ落ちる気分か。ここに示そう。待ち伏せか。体の戦。勝頼様、ここは我らが。先にお逃げください。そぎましょうぞ。Let's go.
木山を死に場所と定め、勝頼様の無念を晴らす。雪村、ダメだ。お前を失った。バカさん。兄上。なんとか生き延びたか。だがこの先、我らはどうすれば。武田の家を守れなかった。終わりだ。親方様に何と申せば。何が終わったんだい。終わるどころかまだ始まってすらいない。あんたらの戦いはこれからじゃないのかい。刑事殿のおっしゃる通り、武田が終わろうとも真田は滅んでいない。兄上、我らはまだ戦えます。いえ、本当の戦いはこれからです。はははあんたらの覚悟は見届けた。織田には俺から話はつけておく。